喝采せよ、我が至高なる力に喝采せよ。はい、どうもこんにちは、フィギュア大好きといっかんです。来ました、ついに来ました。なんとあの至高の41人のレイダーであり、ナザリック地下大墳墓の当事者であるボモンガ、イーナ・アインズ・オール・ゴン様のスケールフィギュアの予約開始がついに来ました。来ましたよすいません、ちょっと僕今風邪ひいてまして、もうだいぶ良くはなったんだけど、まだね鼻声なんでちょっとね声出しづらいんだよね。なので申し訳ないんですけど、今日はちょっといつもより声のトーンを下げて喋らせていただきます。まあみんなもね、もうだいぶ寒くなってきたからね、体の管理には注意してくださいね。で、そう、フィギュアですよ。ついにね、ついにオーバーロードから主人公であるアインズ様がフィギュア化されました。で、僕ね、これ予約開始はもっと先だと思ってたの。今年の夏のワンフェスで限定展示されてたんだけど、あの時はねまだ色はついてなかったんだよね。なのでこの後彩色見本とかされて、デコマスの展示とかがあってね、その後予約開始するのかなって思ってたんだけど、そうしたらね、いきなりですよ、いきなり来ましたよ。僕もね、今日何気なくサイトを覗いてたら、アインズ様がトップ画面にいらっしゃるじゃないですか。もうびっくりですよ。しかもさらに驚いたのが価格ね。これね、価格が税抜きで 23,400円なんだよね。で、僕のイメージだとフェデックスって高いイメージだったのね、価格が。以前僕の動画でも紹介したカバネリの無名のサンタバージョンが、あれが 27,400円だったの。だからボリューム的にもね、今回もそれぐらいするのかなって覚悟してたんだけど、まあ 23,400円ですよ。まあそれでも十分高いけどね、税入れると 25,000円超えるからね。ショップ限定で割引がない分、アルタのジャンヌオルタよりも高いからね。まあそれでも7分の1スケールだからね、これは嬉しいね。ちなみに全高が高さがね32センチなんで、ギリデトルフにも収まるのかなこれね。しかもこれ圧倒的な迫力だからね、ちょっとねじっくりと見ていきますけどね。まずね、こちら原型を担当されたのが、今僕の中で一番ホットな原型師さんのモアノーさん。アルタのジャンヌ・オルタや、あとヴァンパイア最近予約開始した、さらにプロクラの綾波海やデートアライブの数々なんかをね作られてます。今ね注目のフィギュアをね担当されてるんでね、まあまだみんな発売されてないんだけどねちなみに彩色に関しても同じくモアノーさんが担当されているようです。で、見ていくんですけど、まず顔周辺ね、まずおなじみのスカルヘッドなんだけど、まあこれはね当然似てるよね。ただ体に対してね顔がちっちゃいんでね、アインズは。ただ今回はそれを7分の1スケールでカバーしてるんでね、ここも問題はないんでしょうね。で、それ以外の造形がね、やばいよねこれ、大迫力だよね。この顔の横の角、角でいいんだよね、悪魔だし。で、その赤い部分が多分これクリアパーツじゃないかな。で、その角とかあばらの骨の部分とかの白い部分もきちんとね、これシャドウなんかもかかってそうだし、これ綺麗でかつボリューム感をね感じるよね。で、左手に持ってるスタッフオブアインズウールゴン、これがいいよね、これがいい、これが欲しい、うん、これが欲しいよね。まだねアニメではこれが活躍することはないんだけど、これ最強の武器なんだよね。で、やはりこれがつくつかないではかなり違うんでね、ここはね、フェネックスさんもしっかりとねつけてきたね。
で、あと指についてる指輪もそうなんだけど、ここら辺もみんなクリアパーツでできてるっぽいね。しかもなんと右手首が稼働するらしい。なのでね、同じくフェネックスから発売されるアルベドの肩を抱くようなポージングが取れるとのこと。これはね、アルベドを予約した人には朗報だよね。僕もね、予約してるんで、アルベド。これはね、非常に楽しみです。で、さらにさらに、腹部の球体と目がね、これ光るらしい。LED 内蔵で光るらしいの。これも素晴らしい。これも素晴らしい。あのね、アインズさんはね、全体に黒いからね、発光ギミックが非常に映えると思うんだよね。なのでね、このギミックは嬉しい。もうやばいね、本当にこれ。もうやばいよね。で、まだある、例の嫉妬する者たちのマスクも付属となってます。クリスマスの残念アイテムね。クリスマスの日にぼっちな人がね、ログインした人たちがもらえるってやつだよね、これね。ある意味不名誉なアイテムね。いや、これもね、めちゃくちゃ嬉しいよね。これね、結構重要なアイテムだよね。これがつくことは全然予想してなかったので嬉しい。ただね、これフェネックス限定ってなってるんだよね、このマスクが。これ逆にフェネックス以外でも買えるのかな。これサイトにはね、フェネックスとビリビリ限定でこのマスクが付属するって書いてあるんだけど、ビリビリってこれ調べたら、僕知らなかったんで、ニコニコ動画の中国版みたいなやつらしいんだけど、まあそこでも販売するってことなのかな。で、それ以外でも発売というか予約受注するってことなんだろうね。でも今のところアマゾンやアミアミでは予約してないんでね。まあでもカーッとしたらね、このマスクはやはり必須だと思うんでね、やはり無難にフェネックスで予約するのがいいと思います。リンクはまたね、下の説明欄に貼っておきますんでね。しかし、なんといってもこの迫力だよね。全高32センチでしょ。で、これで前にアルベドを並べれば、もうデトルフの一角はこの二人で収まると。これ最高でしょ。ほんとやばいよね。これ今から想像するだけでほんとワクワクするんですけど。いや、でもこの発光ギミックいいよね。書いてあるよ、ここ。暗闇で輝く姿は、まさに死の支配者たるまがまがしさです。やべ、かっこいい。で、とりあえず先にね、このアルベドの方が届きます。で、これも今調べたら、もう来月なんだよね、発送予定が。これは楽しみだ。グッスマのも良かったからね、アルベド。あれもね、8分の1だったけど、かなりボリュームあったからね。うん、今回は7分の1だから、非常に楽しみ。で、アインズ様の方が、こちら発送予定が来年の10月。いやー、1年先か。いやー、これ1年もの間、アルベドは一人でいるってことだね。いや、寂しいね、これまた。でも、まあ、アルベド、アインズと来たらね、まあ、他のメンバーも出してほしいよね。欲が出てくるよね。まあ、欲しいなと思うのは、シャルティアと、あと、プレアデスの6人。これはね、出してほしいな。まあ、それとね、あと希望としては、僕の大好きなラキウス、あとね、ユルビアイとか、エンリー、で、ラナあたり、まあ、女の子をね、綺麗どころの子を、まあ、揃えてほしいよね。うん、もうほんとね、オーバーロードは魅力的なキャラが多いからね。ということで、フェネックスから予約開始されたオーバーロードのアインズウルゴウンの紹介でした。予約受注期間は12月24日、クリスマスイブまでなので、欲しい方はね、早めに予約した方がいいと思います。クリスマスイブにね、出かけたりしてね、うっかり予約し忘れたなんてことのないようにね、気をつけてください。マシマシ。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録、高評価、どうぞお願いいたします。またねー。